皆さんごきげんよう、貞子です。今夜は怖いお話の朗読をしようと思っています。花子はもう寝ているんですよ。今夜の朗読タイムは花子のためではありません。いつも応援してくださる皆さんと一緒に涼しさと面白怖い時間を共有したいと思っています。どうぞよろしかったら最後までお付き合いくださいね。では早速始めましょう。最初の怖いお話は学校の怖いお話。理科室の人骨。これは私が小学校4年生の時の話です。私は科学クラブに所属していて、よく理科室に出入りしていました。私が通っていた小学校の理科室には人体模型の骨格標本が飾ってありましたが、それは今では考えられないかもしれませんが、本物の人骨でできたものでした。その人体模型は昔この小学校に勤務されていた先生のものだと聞いています。先生は体を悪くされた後、生徒に何か残したいということで、亡くなったら自分の骨を資料として寄贈してくれと頼んだそうです。みんなはその人体模型を怖がっていましたが、私は特に怖いと思うことはありませんでした。ある日の放課後、クラブの実験があったため、私は友達3人と理科室へ行きました。その日はなんだか理科室の空気がいつもと違う感じで、とても嫌な感じでした。教室に入り、いつも先生がいる管理室へ行こうとすると、管理室の扉が開いて、中から白いマントのようなものがふわっと出てくるのが見えました。ああ、先生が白衣を着て出てこられたんだと思いましたが、よく考えると白衣を着ている姿なんて見たことがありません。しかも絶対にありえないのですが、扉が逆に開いていたんです。蝶つがいで止まっている方から開いていたので、確実におかしいと思いました。その白い何かは管理室へスッと消えていき、扉が音もなく閉まりました。友達3人と顔を見合わせて、みんな何かやばいと感じ、無言で一斉に理科室を出ようとしました。その時にふと目に入ったのが例の人骨だったんですが、その人骨の顔がゆっくりとこちらを向いたんです。それを見た瞬間、私の足が止まりました。早く理科室から出たいのに足が動かない。このまま本当にまずいことになるのではないかと思っていたら、管理室から先生が出てきて、その場は事なきを得ました。先生に今起きたことをすぐに話したんですが、ただ笑うだけで全く信じてくれませんでした。仕方がないとは思いましたが、私たち3人が経験したことは事実であり、結局それが何だったのかは分からずじまいでした。その後そういった現象に遭遇したことはなく、平和な学校生活を送ってきましたが、ただ一つだけ、あの時こちらを向いた人骨の顔、その後もずっとこちらを向いた状態になったままでした。少し揺れたぐらいでは絶対に向きは変わりませんし、そもそもその人体模型は頑丈なケースに入れてあり、手で触ることもできないので、あの顔が動いたことは紛れもない事実として私たちの記憶に残りました。現在はもうその人骨の標本はないそうです。私たち以外の人が不思議な現象に遭遇したという話も聞きません。大人になった今でも、あの体験だけは忘れることができません。はい、おしまい。人体模型が動くというのは学校の七不思議でよくある話ですが、
本物の人骨となると迫力が違いますね。でも寄贈してくれた先生はきっと怖がらせようなんて思ってはいないでしょうね。では次は都市伝説からトイレの怖いお話なんてしてみましょうか。皆さんきっとご存知ですよ。赤いなんとかです。わかりましたか。では、赤いちゃんちゃんこ。学校に伝わる怪談の定番といえば、保健室の人体模型、音楽室の絵、庭の銅像。その中でも必ずと言っていいほど入っているのがトイレにまつわる話。少し昔のこと、とある小学校でおかしな噂が立った。何でもトイレの個室に入っていると、赤いちゃんちゃんこ着せましょうか、そんな声がどこからともなく聞こえてくるという。そういうわけでみんな怖がってトイレに入れなくなってしまった。もしかしたら変質者の仕業かもしれない。学校は警察に連絡をして様子を見てもらうことにした。女子用のトイレなので、やってきたのは婦人警官だった。気の強い彼女は噂の個室に一人で入る。すると、やはりどこからか、赤いちゃんちゃんこ着せましょうか、そう聞こえてきた。彼女は声の主を探すけれど見つからない。赤いちゃんちゃんこ着せましょうか、不気味な声。気丈な彼女もだんだん恐ろしくなってきた。出てきなさいよ、どこに隠れてるの。赤いちゃんちゃんこ着せましょうか、そう繰り返すばかりの声に彼女は怒鳴った。悪ふざけしないで、できるもんならやってみなさいよ。そう言った瞬間、彼女の大きな悲鳴がトイレ中に響いた。悲鳴を聞いてトイレの外で待っていた学校の男性教師が個室の中まで入っていった。そして彼女を見た教師も声を上げた。ああ、どうして。そこには何者かに喉を切り裂かれて死んでいる婦人警官の姿があった。上半身は大量の鮮血で染まり、それはまるで赤いちゃんちゃんこを着せられたような様子になっていたという。はい、おしまい。このお話は本当にシンプルながらゾッとしますよね。子供の頃に聞いた時に本当に恐ろしくて、怖くてトイレに行きたくても我慢していた覚えがあります。一体何の声なんでしょうね。正体不明なのもまた不気味ですね。赤いちゃんちゃんこは赤いマントや赤い髪、青い髪というバージョンがありますね。内容は同じような感じですが、それにしてもトイレにまつわる怖いお話って多すぎませんか。トイレの花子さんもトイレだし。さて次は昔ながらの怪談を一つしてみましょうか。ある日偶然見たお葬式の行列。さてそれは一体誰のお弔い。次のお話は夜中のお弔い。昔々、今の山形県鶴岡の城下に大場右兵という侍がいました。ある夜中のこと、仲間の侍との寄り合いから帰る途中のことです。もうすぐ自分の家に着くというところで、向こうから何かの行列がやってくるのが見えました。それはみんな白い着物を着ていて、どうもお弔いの行列のようでした。どうやらそれは武士のお弔いのようです。右兵はこんな夜中にお弔いとは妙だなと思って、行列の一人に尋ねました。もし
これはどなたのお弔いですか？すると男は、大場右兵様のお弔いでございます。右兵は自分の葬式だと聞かされびっくりして、思わず行列の方を振り返りますと、行列をなす人々は立ち止まってじっと右兵の方を見ていました。右兵はその光景にゾッとして、その場を走って去りました。自分の家の前までたどり着くと、門の前にはついさっき炊いたばかりのようなお弔いの送り火の跡が残っていました。右兵は急いで家に入って家族に訳を聞こうと思いましたが、どういうわけか家の中には誰もいません。これは一体どういうことか。右兵は訳がわからず、ただ途方に暮れるばかりでした。家を出た右兵はあてもなくふらふら歩き続け、お城のあたりに来た時です。おーい、大場殿、夜中に何をなさっておられるのか。突然出くわして声をかけてきたのは、右兵と親しい仲の横山忠右衛門という侍でした。ようやく知り合いに会えてほっとした右兵は、先ほどのことを一部始終聞かせました。そして忠右衛門を連れて自分の家に戻ってみると、なんと明かりがついていました。家の中に入ると、家族は何事もなかったように、帰りの遅い右兵を心配しながら待っていました。お前たち、今までどこに行っていたんだ。右兵がそう聞くと、家の者たちはその夜誰も一歩も外に出ていないと言います。まるで狐につままれたような気分で、その場に立ち尽くしてしまいました。まあまあ大場殿、ちょっとした思い違いだったんだよ。よかったじゃないか、みんないて。忠右衛門が右兵をなだめて帰っていきました。忠右衛門は右兵が嘘を言っているようには思えませんでしたが、確かめる術もなく、そのまま数日過ぎていきました。そしてある朝、忠右衛門の家に二人の侍がやってきました。こんなに朝早く、何事じゃ。二人の侍は答えます。夕べ夜遅く、大場右兵殿が亡くなられたので、そのお知らせに参った。忠右衛門は驚きました。そりゃ一体どうして。先日会った時は元気だったぞ。右兵は夜中に押し入った賊にあっけなく切り殺されてしまったのです。犯人は分からずじまいでした。忠右衛門は右兵から聞いたあの夜中のお弔いの話が妙に心に引っかかります。右兵のお弔いの行列に参加した忠右衛門、その時一人の侍が行列の一人に、もしこれはどなたのお弔いですかと尋ねているのが聞こえました。大場右兵様のお弔いでございます。それを聞いた忠右衛門ははっとして、今尋ねたのは誰だと問いただしますと、男は、そこのお侍様でございますが。そう言って後ろを指しましたが、そこには誰もいませんでした。おや、おかしいな。確かに今そこにいたのに。男は不思議そうな声を出していました。大場殿が見たというお弔いは、きっとこの行列のことだったんだ。その時、お弔いの行列はみんな後ろを振り返って立ち尽くしていました。大場右兵は不思議なことに、生きている間に自分のお弔いを見たのです。昔、山形の鶴岡であったという不思議なお話です。はい、おしまい。昔から伝承されている山形県が舞台の不思議で奇妙なお話でしたね。昔話などでご存知の方も多いかもしれません。お葬式。まあ私は死後に自分のお葬式を見たんですけど。
やはり大勢の方が泣いているのを見ると切なくなりますね。さてさて、ということでこんな感じでお届けした朗読タイムでしたが、いかがでしたでしょうか。最近暑くて大変ですが、熱中症に気をつけて頑張って乗り切りましょうね。また機会があれば朗読をやってみたいと思います。聞いてみたいお話もぜひ教えてくださいね。では、私貞子がお届けしました。どうぞ皆さん、おやすみなさい。また明日も動画でお会いしましょう。良い悪夢を。